一飛車船囲い急戦は、将棋の戦法の一つ。一、飛車対ぶり飛車の戦いにおいて、拒飛車側が船囲いから、急戦策を狙う戦術の総称である。島飛車に対しての急戦策は5七銀左型の、船囲いからのものが多く刺されている。5七銀左急戦の他は、右島飛車腰掛け銀、4六銀右先鋒、ポンポン桂ツラ6八銀型棒銀、 五七銀右肩の三八飛戦法や四五歩早地掛け、五筋くらい取りの右辺早地掛け、岩儀戦法などがある。類似に左銀を五七地点に繰り出す取り差しなどもある。五七銀左肩からの急戦策には以下のものがある。基本図から五四歩、六四歩、一二甲、四三銀がある。先手は、さらに六八金上と待つことがある。三軒飛車は中飛車や、 富士システムなどと異なり、拒否者穴熊を直接は阻止できない。そのため、先手三軒飛車に対しては、現在では持久戦にして玉を穴熊にすることがほとんどであり、三軒飛車自体がマイナー戦法化したこともあり、特に後手伝いでの急戦は廃れている。ありがとうございます。